語ること。シュラ。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんです。前々回からのシリーズ企画、スウェーデン教育のリアルパート3、今回はいただいた質問をもとに深掘りした質問を投げかけ、現役教師のサリネンさんにゆっくり丁寧にお答えいただきます。いじめや不登校の対策、知的障害児も普通学級で勉強するインクルーシブ教育の秘密とは、そして現役教師が考えるスウェーデン教育の課題とは。それではいきましょう、二人パパのスウェーデンインクルーシブ教育の秘密。今回の動画は前回に引き続き、スウェーデンでの教師歴17年のサリネン玲子さんへのインタビューです。サリネンさんの経歴については前半の動画か概要欄をご覧くださいね。よくね、こういろんな記事とか見てると、やっぱスウェーデンの学校ってこうみたいなものがあって、それがポジティブなイメージっていうか、実際僕いい部分もいっぱいあると思うんですね、日本と比べても。でもやっぱりそのやっぱそれだけじゃないよなっていうところもあったりとか、あまりにもこうユートピアが完成されたような話が多いから、本当にって思っちゃう部分はあるんですけど、なんか勝手な僕のイメージだけど、スウェーデンの学校ってすっごいやっぱ緩いイメージがあって、なんかその子供も自分の意見を表明する権利があるからみたいなところで、なんか自由すぎちゃって学級崩壊に行ってるみたいな、そんなイメージがあったんですけど、そういうわけではない。そういうわけではないね、やっぱりそのディスプリンというか規律みたいな部分では先生が持ってる権力みたいなものはある、オーソリティみたいなものはあるってことですね、あるっていうかね。それこそさっき言われた通りで、5年とか10年ぐらい前からだんだん学級崩壊したりするようになって、でその、まあ、先生方の研修でよく言われてたのが、教師の、まあ、スウェーデン語だとあのレアダスコープリーダーシップですよね、ものすごく重要だっていうのが言われるようになりまして、なので先生方がちょっと先生らしくなったというか、まあ平等でいいんだけど、逆にでも教師として教壇に立って教えるにはやっぱり何かしらのこうちょっとカリスマまではいかなくてもいいんですけど、リーダーシップがないと抑えられないというか、こう教えられない部分があるので、そこをここ5年とかものすごく言われるようになって、そのまあメソッドとかストラテフィーみたいなのがものすごく学校に入ってきて、社会だと法律があるように学校にも規則があるっていうことを教えて、子どもたちが何をして何を喋ってもいいわけではなくって、やっぱり彼らには、まあ、民主主義の基本としてですよね、基盤として、あの自分で責任を負う、まあ、責任があるということも一緒に教えるという、まあ、そういうことを繰り返ししながら、その今のスウェーデンの学校っていうのはできる限り子どもたちが、まあ、健やかに成長できるように。そうですね、今その民主主義っていう言葉が出たので、ちょっとそこにお話を聞きたいなと思っているんですけれども、グロスさんという方からですね、こんな質問をいただいてます。グロスさんという方からですね、こんな質問をいただいてます。日本だと多様性とか個性とか言いつつも、学校だとやっぱり集団で動かざるを得なかったり、時間内にどうしても決めなきゃいけなくて、その考える尊重する時間が取れずに多数決になったり、強い者の意見が勝ったりしているのが現実です。スウェーデンでは何かを決めるときや時間が限られている集団での動きのとき、その中で意見が割れているときなど、どうやって進めているのでしょうか。であともう一点、これに関係することなので、もう一つここでご紹介するんですけど、前にうちのね、あの動画の中でうちの息子くんが幼稚園で民主主義を教わってくるとおっしゃっていたかと思います。幼稚園や学校でどのように幼い子どもに民主主義を伝えているのか詳しく聞きたいですっていうことなんですけれども、まあ、今の質問聞いてどう思われますか。そうね、難しい質問ですね。こう答えがこう一つじゃない気がするので、やっぱりいろんなやり方が多分されてると思うし、ただ共通しているだろうと思われるのは、決められた時間の中であっても生徒たちが互いの意見を言えるように設定する、ここで決められなかったら次の時に決めればいいというか、まあ、よくあるのが、今日はここまで話し合って決められなかったから、じゃあ次に持ち越そうとか、っていうような決め方もあると思うし、こうされてますっていう答えが言えたら一番いいんですけど、そういうのはない気がしますね、っていうよりは今子どもたち、まあ、生徒たち目の前にして、決めなきゃいけないことと期間とっていうのを見合わせながら、できる限り子どもたちの意見に耳を傾けて、決めていくっていうのが多い気はしますが、まあ、ちっちゃい子たちが
民主主義を学ぶ術としてはどういうものがあるか、まず多分年代によるとは思うんですけど、まあ、大まかに分けて、まあ、幼稚園の子たち、まあ、法師高齢ラララもやってたということなので、幼稚園の子たち、小学生、中学生っていうのはあると思うんですけど、多分段階ってありますか？多分なんですけど、いろんな、まあ、段階があっても同じことは一番基本なのはおそらく意見を言える子にすることだと思うんですね。民主主義の基盤って多数決だとかいろいろあると思うんで、その前にあなたの意見を言える子にするっていうのが一番メインだと思うので、例えば小さい子たちだとか、まあ、それこそ就学前の子たちだとか、私が教えてるような発語がまあ少なかったりするとか、言葉には表現しにくい子だったりすると、まあ、二者選択制にしてリンゴかバナナみたいなのが、うんうん、例えば幼稚園だったり行われてたり、うんうんうん、あと学校だともうちょっと違うことやりますけど、はい、じゃあ小さい子にはちょっと選びやすい選択肢を与えるみたいな。そうですね、その中でじゃあ、あなたはバナナなのねっていうのが、まずその子が持つ初めての自分の意見というか、そこからあなたにはあなたの考えがありますよっていうことを教えていくっていうのが、おそらく民主主義のベースだと私は思ってます。好き嫌いも、うん、イエスノーも、どちらでもいいから自分の意見を持つ、それを伝えるっていうことですね。やっぱそうするとやっぱりどうしても日本だとその和が大事みたいな、みんなが同じようにすることがこう重要視されてしまいがちなところがあると思うんですけど、それとやっぱりこう対照的だなっていうのは思いましたね。なんかそのみんなのために我慢しなきゃいけないのかなっていう、僕なんかもやっぱ子供の時ね、日本で育ってるのでそういう部分があったなって思うんですけど、まあ、以前うちの動画でも出したあゆみちゃんの、ね、あのインタビューでもやっぱりノーと言える子に育てるそうですね、っていうことが、あとノーって言えたら褒めるとか、まあ、そういう話もあったので、そことやっぱつながる、つながりますよね。あとはよく私が教えるのは、あの私は知らないって、スウェーデン人って思いません、やべやってんってよく言うじゃないですか。あ、います、います、ちょっとイラってくるっていうか、実はまた言ったなみたいな感じになる時もあるんです。あれも多分私が子供に教えることの一つで、自分の意見でも別にイエスでもノーでもない時もある、知らないっていうのも意見だし、今日はパスっていうのも意見だし、まあ、そこにはおそらく教育の中であれば一番大切な何かを考えただろうという想定があるので、やっぱり何か聞かれてふっと思ったっていうことの繰り返しが最終的にはまあ社会を担っていく時に民主主義の土台を作っていく、こう国をの、まあ、例えば選挙でもそうなんですけど、誰かを選ぶっていう時にやっぱり自分で考えなきゃいけないので、考えて自分の意見を言える子にしていくっていうのが大きい気がしますね。いや、そのやべえてんって、その知らないっていうふうに言ったとしてもその考えたけど分からないって、その過程をちゃんと認めてあげることって今できてるかなって、今すごい僕は、ちゃんと考えてるとかさ言っちゃいがちだからすごい今反省しました。なんかそうだよね、なんか僕は特にせっかちな人間なので、すっごい結果とか結論とかを早く求めたがる性格もあって、改めてね今それを聞かせていただいて頑張ろうって思いました。あとは学校とかになってくると、私たち教師側とか学校の職員の役割としては、子どもたちが言いやすい環境を作ることとか、年齢相応の内容であることとか、いろんな配慮はもちろん必要になってくるので、そうね、まあ、先生は特にその知識がきっといっぱいあるからね、あるといいですよねごめんなさい、プレッシャーで、よくあるんですけど、こういう話をちょっと動画とかですると、いや私そんなできないって思っちゃう子育て世代の皆さんがいるんですけど、皆さんがそうしなきゃいけないというわけではなくて、やっぱその先生はそういうやっぱこういろんな文献を読んだりって、してできるってことがあるので、そうですね、教育設定とかをしますね、環境作りだとかね、多分そこまではやっぱりあの家庭の中で難しい部分があるなとは思うし、僕もでき全部できないなって思いながらではあるんですけど、やっぱそれがちょっとこうヒントになって、そのおかげで自分も子育てしてて楽になるなっていう部分があるので、ちょっとそこだけちょっと皆さんにお伝えしておきたいなと思いましたごめんなさい、あとちょっとどんどんね話をいっぱい、本当たくさんもう熱いコメントをいただいていて、ですけど、青さんからいただきました。
スウェーデンの学校教育の目的は自己肯定感を育み、うん、自分の得意なことや好きなことで身を立てていけるようになることだと聞いたことがあり、日本との違いに羨ましさすら感じました。そういうふうに生きていけたら随分と生きやすいのだろうなと思います。それらを実現する手法や教育の実態に興味があります、うん、ということなので、まあ、目標みたいなものってあるんですか、カリキュラムの中に。特別そういうことが書かれてるわけではない。書かれていますよね、リプスロングスラーランデとか、今言われたようなすごく綺麗な日本語でまとまってたので、そうだな、そうやって言えるよなとか思って今聞いてたんですけど、そうだね、生涯一生涯続く学びの基盤を作る、学びたいという意識を育てる、うんうん、教育をしましょうとか、うん、あとさっきの話の流れで民主主義の精神を、あのスウェーデンが国として持っている民主主義の精神を、培っていくことが大事だとか、うんうん、書かれてますよね、うん、その基盤となるこう子どもの、まあ、目指す姿というか、うんうんうん、逆にやっぱ僕が日本で育った経験から言うと、うんうんうん、学びたいって思わなかったんですよね、子供の時って。あ、僕大人になって特にやっぱ30過ぎてぐらいから、うん、好奇心だけは昔からあったんですよ、うんうん、だけどその好奇心をなんか学校教育の中では活かせなかった気がしていて、うんうん、逆に大人になって、まあ、お芝居始めたりとか、うん、そういういろんなことに触れることで英語にまた触れてみたりとか、うん、スウェーデン語に触れてみたりとか、うんうん、っていうところで新しい世界が広がったような気がしていて、うん、で勝手に自分で勉強するのがどんどん好きになっていた、うん、いったような経験が僕にはあるんだけど、やっぱそこっていうのは何なんだろうかなって思うんだけど、これは僕のね、うん、勝手な印象なんだけど、うん、やっぱりその評価、さっきあの60の質問の中であったんですけど、評価があんまり他人との評価、他人との比較であんまり評価をされてないような気がするんですよね、うん、あのスウェーデンの場合は。そうはね、やっぱ日本だとその偏差値とか、うん、あと順位みたいなところで、うん、嫌が上にもなんていうのかな、自分がどんだけ頑張ってもなんか報われないような気がしてしまって、うん、勉強を諦めてしまったとか、あと勉強が好きじゃなくなっちゃったみたいな経験が僕にはあって、うん、義務に感じさせない教育っていうのがスウェーデンにはあるのかなって思ったんですけど、うん、そうですね、どうですか現場にいて。あの2つお話しすると、まずその質問のかま聞きながら考えてたのが、こういろいろ書いてあるんだけど、先生方の、まあ、単純なよく話の中で出てくるのはやっぱりきちんと自立して納税者となって生きてる子にしようっていうのがやっぱり一番大きな、うん、ものだなっていうのは感じるんですね。自立っていう言葉かな、一言で言うと、うん、あともう一つはやっぱ今お話しされた通りで、学びっていうのが手段になってない。日本は学ぶっていうことが大学に行くための手段であったり、まあ、人生ずっと、まあ、永久就職できるような大きな会社に入るための手段であったり、うん、学びが手段になりすぎていて、しかも学びによるこう経済的な市場がものすごく出来上がりすぎていて、こう本来の学ぶっていうことを学校が追求できなくなっているんだろうなっていうのは感じるので、それから見ると日本、あのスウェーデンっていうのはあのやっぱり塾がなかったりだとか、受験戦争というような感じのものももうないのかもしれないですけど、受験というものもないですし、例えば学歴にしてもどこの大学を出たかって聞かれることは少なく、うん、何を勉強したか、勉強しましたかっていうのは聞かれるので、学ぶっていうものに対する、まあ、社会的な考え方が大きく違うっていうのはあるかなというのは思いますね。うん、ね、あとなんかスウェーデンの方たちの話を聞いてて日本と比べて思うのが、なんか子どもたちが、まあ、つまらない時間を持つことも重要だっていうのも話もあるんですね、うんうん、夏休み長いじゃないですか、うん、10週間とかあって、で子どもにとってはもう二度となんか学校に行かなくてもいいような雰囲気になるぐらいのこう毎日がこうスウェーデンの夏の中でね、はいはい、あんなこう楽しく過ごせるっていう宿題もなくて、うん、やっぱああいう、まあ何もしなくてよくって、こうつまらなくても、まあ、日常を楽しめる時間を持てるっていうのは
あの子どもたちがまた学びたいっていう意欲につながるんじゃないかなというのはこう先生方の話を聞いてて私が思うことなんですね。だから現場の先生方が、そうそう、日本の子たちって毎日が、それこそ私の妹たちの子どももそうですけど、塾に行ってお弁当持って塾に行って10時まで勉強してとか、こうまあ、ずっと何かし続けてるので、こうなかなかこうああいう風に、何もしなくって、ああこれがやりたい、これを学びたいなと思う瞬間に出会いにくいかもしれないとはいつも見てて思いますね。比較しないっていうのは、あとはあの言われた通りだと思います、うんうん、とにかくこう競争はあんまり好まないですし、子供ができることを、まあ、認め、比較をしない先生方が多いのは事実だと思います ね、 なるほどね、成績も絶対評価なので、あの、まあ、日本もそうですけど相対評価ではないですので、そこも大きな違いだと思いますし、なるほど。じゃあちょっとあの話がいっぱいいろんなトピックがあるんですけど、やっぱり一番多かったところで語り方一番でもないかな、本当にいろんな一番があるんだけど、あのまずいじめ問題ですね。あの、はい、レイクーさんからいただいた質問で、学校としてはどういう向き合い方をしているのか気になります。日本は子ども同士で解決できなかった問題は教師が介入して、教師から生徒に指導が行く、それでその後親に連絡のような流れだそうです。スウェーデンはいじめなどが起きた時にどのような対応されてますか？あのいじめのとか、あと差別に関するプランが必ずありますし、そのどんな小さなことでも本人が嫌だと思ったらいじめというか、そのまあ一応プランに沿って行動するようにというふうには基本的には言われておりまして、撮影後サリネンさんから補足の説明をいただきました。スウェーデンのいじめ対策は大きく分けて3段階。スウェーデンでは生徒が心配に思うこと、気にしていることはどんなことでも真剣に対処されなければならないとされており、その第一段階として、まず初めに生徒間のトラブルを教師や職員が認知すると、その発見した職員が責任者となり生徒たちの話を聞きます。聞き取りを終えるとそれを校長へ報告。どんな小さなことでも報告義務がありますが、全てデジタルのフォーマットがあるので簡単に報告できるそうです。そして第一段階が終わり、必要だと判断されると当該生徒だけでなく関係生徒も含め、さらに聞き取り調査をし、またこれも報告書に記録します。そしてそれまでの報告書でそのトラブルがいじめや差別であると明確になった場合、改善対応策を学校側が計画。ちなみに保護者への報告はこの時期にされることが多いのだそう。保護者や子どもとの関係なども考慮されますが、明確ないじめや差別だったと判断された場合には保護者への報告義務があります。そして先ほど作った改善対応策は生徒間のみならず、職員会や職員と生徒間でも報告義務があり、先生が生徒にというパターンやその逆も珍しくないのだそう。そしてこの対策を実施する過程でも経過報告を逐一していくのだそうです。割とこうちゃんとプランはちゃんときちっとあってありますね。本当はでも先生の場合はよく話に上がるのは、私が意図をしてなくても相手が傷ついたらそれはいじめというか、まあ、いじめの第一段階みたいな感じの取り方になって、そこからもう一度話をしましょうぐらいになるんです。ただそのレベルから話をすると、じゃあ毎回必ず全部調べてやるかというと、そこまではやらないこともあるので、まあ、ケースバイケースも、ね、必要ですよね。それはありますね。でももう最近さすがにもうないと思うけど、いじめられるお前にも何か原因があるんじゃないのかっていうフレーズって結構よく聞くんですよね。あ、まあ、そういうのは絶対にありえないってことですよね。ないですね。あとはすごいブローキって言って子供たちが遊んでるような感じのもあるんですよね、ちょっとおふざけみたいな。そうそうそう、ああいうのもダメですね。ですし、ちょっとした言葉でもダメですし、それこそノルトレランツっていう日本のスウェーデン語だと言うんですけど、はい、どんな小さなことでも差別やいじめに関わる言葉はすぐに対応するっていう、まあまあ、基本がポリシーですよね。そうですね、あるので、そこからの出発になるので、なのであのそんなちっちゃいことで済ませないっていうことが一番大事ってことですね。なるほど。特別支援教育に関するような、はい、インクルーシブ教育に関する質問いっぱい来てて全部ちょっと紹介できないんですけど、はい、
ワク王さんから、はい、発達障害の自閉症スペクトラムの息子を持つ母ですが、スウェーデンの公立学校では1人の生徒に対しどのような先生が何人くらい関わってくれるのかを知りたいです。では支援級の先生とフリーの先生、担任の先生くらいしか障害児教育に関わりがありません。保護者の、ね、方の立場からのご意見なんですけれども、うん、今のは支援学級でしたよね。そうですね、そうですね。ちょっと多分スウェーデンの話をきちんとした方がいいかなと思って、スウェーデンは特別支援学校に入るのはとても難しいんですね。実はで特別支援学校は知的の障害がある子たちのための知的特別支援学校になっているの でその知的障害があるかないかの判定は医師による医療判断と心理学者による心理判断とソーシャルワーカーなどによる社会判断と私たちが書くような教育判定がいるんですね。すごいいろんな多角的な意見が必要ってことですね。はい、この4つの判定の中からその子には知的な障害がある、まあ、スウェーデンの場合は IQ70 で切るので、うん、70を境に知的障害があると認められた場合、そしてしかも保護者が本人が、まあ、保護者が、希望する場合には、特別支援学校の入学が、まあ、許可されるというか一応権利が与えられるんですね、うん、でも知的障害があっても普通の学校で学びたい、基礎学校で学びたいという子たちは、個人的なインテグレーション、インクルーシブっていうのがあって、うん、インディビーディ・インテグリアリングっていうんですけど、それで、普通の学校の中で、基礎学校の中で、支援学校のカリキュラムを学び、一緒に学ぶっていうのをやるんですね、はい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 、なので、例えばスウェーデンの子たちの場合は、その知的障害がある、まあ、支援学校対象児ってなったら一応カリキュラムは支援学校のカリキュラムを学ぶんですけど、場所は選べるというか。なるほど、うん、でそうやって学んでる子たちが今だいたいちょっとパーセンテージが徐々に上がってきて、今今年のあれで 19% ぐらい、支援学校対象児の中の 19% ぐらいの子たちが普通学級の中でそのまあ他の子と一緒に支援学校のカリキュラムを学んでいるっていうことをしてるんですね。場は一緒だけど、まあ、逆に言うとカリキュラムは違うけれども、うん、場は一緒っていうことで、そうですね、まあ、それはやっぱりそのいわゆるこう適発達をしている子たちも、うん、そういう人たちがいる、そういう子たちもいるっていうのを学ぶ機会にもなるし、ね、っていうところではやっぱりインクルーシブ教育のあのメリットみたいなところになるんですかね、うん、もちろん大変なこともあると思うんですけど、うん、あると思います。どのように対応されてるかとかありますか。そうですね、そういう学び方をすることによって、まあ、それぞれ一人の子たち、どの子がも、まあ、どの子も持っている発達し学び成長する権利を保障しているというのが、まあ、基本にありまして、で大体の場合ですけど、これがっていうのはないんで、その子供によるので絶対にっていうのはないんですけど、まあ、アシスタントがついてたりだとか、この時間は違うところで学んでたりだとか、違う、もともと青年の、まあ、教室っていうのは同じ教科書を学んでないことが多いんですよね。あ、その、うん、まあ、社会とか理科とかは同じ教科書だけど、まあ、スウェーデン語と数学なんかは特に算数なんかは、そのは、まあ、この子どもの習熟度に沿って同じ学年といえどってことですね、うん、この子は A だけどあの子は C をやってるとか、教科書の C をやってるとか、読み書きのものにしても持ってきてもよかったけど、その同じものでも簡単にしたものを読んでる子もいれば、難しいのもあれば中継度があったりして、でその中でこうみんな同じものをやるっていうような授業もあれば、そうじゃないところも多いので、そこに一人、まあ、もうちょこっと違うことをやってる子がいてもそんなに浮かない教室ではあるんですね、まあ、それでももちろん ね、もともとそれでもいろんな問題が起きるのは事実なんですけど、じゃあやっぱりその生徒が30人いて、まあ、20人とか25人いて、うん、カリキュラムに合わせていくというよりも、生徒が25人いたらカリキュラムの方をそれぞれ合わせていくっていうのがやっぱりまずありますね。違うんですね。でさっきの今の質問の方のような例になってくると、もちろん教室の中でこういろんなサポートが入ってる子がいますので、その別に支援、あの支援学校対象の生徒が、うんうん、じゃなくても、どの子にも必要な支援は与えられるべきであるというのがありますので、
で教室の中で生徒のアシス、まあ、大体の場合が生徒のアシスタントとかが入ったりして、あとそういうのは学童の先生だったりするんですけど、はいはいはい、いろんな方がそのサポートに入っているっていうのはよく聞く話ですね。ただまあじゃあ全部がうまく回ってるかっていうと割とうまく回ってないところもあるので、それこそその一時期なくしたかったんですけど、生でもそういう小さいクラスだとかそのまあ、少人数学級クラスみたいなのをなくそうみたいな感じで一度なくしたこともあるし、一緒に学べない子たちを集めた学校なんかもあったりして、それが一度減ってまた増えてきつつある段階で、やっぱりインクルーシブ教育って流れがあるので、スウェーデンの今の段階の流れでは全部一緒に一度したけれど、やっぱりちょっとうまくいかなかったみたいなのの歪みを受けて、やっぱりまた僕微調整してっていう、今その段階で、だから私が議論してても、取り出して違うグループで学んだ方がいいんじゃないかっていう話をする先生もいれば、それの段階に至るまでにいかにサポートするかが重要だからっていう話の段階だとか、さっきの話いじめもそうなんだけど不登校も増えてるので、スウェーデンはやっぱりそういう不登校の中の学校の通えない子たちを救うためにも小さいクラスをもうちょこっと増やそうみたいな流れは感じるので、あとこう学校の中のさっきの言われてた専門性の関係性なんかは、スウェーデンの場合はさっきから何回も出てる生徒の健康チームっていう、あのこちらの方にも書いたんですけど、いろんな職種の方たちがいるチームがありますので、割と専門性がある方たちの支援を受けやすい環境にはあると思います、でそこを通じて医療機関とも連携が取れますし、もちろん親が希望すればですけど、で親と、まあ、親が直接先生と医療機関つなぐっていうの話もないわけではないので、そのあたりはなんか先生は教えることが仕事ですっていうことで、他のことはできる限り先生も専門家に回すっていう、そこと連携しながら子どものニーズに合う授業をして、まあ、勉強、子どもたちの成長発達を見守るっていう姿勢を持ってるとは思います。での場合はやっぱこう分業にして、しっかりと分業にして、プロが多角的にいろんな意見を集めて、でもそれもやっぱりその子どもと親の、まあ、保護者の、希望がちゃんと優先されてるっていうところが大きそうですね。やっぱりでも難点としてはいろんな業種、やっぱりでも難点としてはいろんな業種が重なるし、多職種がでそれを全部集めたり、まあ、オーガナイズするのも大変だし、それ専用の、まあ、プランもあるんですね一応、その医療と社会福祉と医療と学校と保護者を全部つないで大きな会議をするっていうのもきちんとシステムとして制度もあるんです。そこまでオーガナイズするのは結構大変だっていうのもあって、うまくじゃあ全部が回るかっていうと、やっぱりそこにはいろんな努力があって初めてこう一つのものがつながっていくっていうのは感じますけど、一応理念と、まあ目指すものっていうのはそれでは明確にある気はしますね。そこに、その理想とか理念とかっていうところには向かってはいって、それがどこまで達成できるかっていうのはもちろんね、あの難しい部分ではあるけど、やっぱその目指す方向があるだけ で、動き方は変わるかもしれないですよね。これが正解っていうのが言えないからこそ、そうですね、の部分ですよね。タリナさんが本を書いていらっしゃって、そうなんです、そうこちらなんですけれども、これ2冊、こちら協調になるのかな、でちょこっとだけなんですけど、スウェーデンのインクルーシブ教育について書いてまして、本当に少しですけど、でもう片方は私が書いた本で、先ほどから何回も話しているいろんな多職種がいかに学校の中でつながっているかとか、学校、まあ、子どもを中心に家庭との間でつながっているかっていうのを描いた本なんですね、そうですね、まさに今質問いただいた方が、その連携を求めてらっしゃる保護者さんだったの で、特にこれここにまた詳しく書いてあるのかもしれないです ね、先ほど説明したようなプランなんかも一応簡単にまとめて書いてあって、まあ、できる限り多くの方に分かりやすい形でというふうにはまとめて書いたので、あんまりこう
専門書というよりは本当にさらっと読めるような感じの入門書みたいな感じの本なんですけど、そうですね、それ言ったらこれが必要ですもんね全部ちゃんと詳しく学ぼうと思ったら本当に長い時間をかけて習得されたことだと思うんですけれども、本当にこちらの概要欄の方にですねリンクの方を貼っておきますので、ぜひ皆さんお手に取って読んでいただけたらと思います。本当まだまだ実はもう出したい質問がいっぱいあったので、もう時間がもうちょっとちょっと来てしまったので、まあ、最後にこの一つを、はい、やっぱりどうしてもスウェーデンの教育っていうのがとてもまあポジティブに語られやすい部分があるんですけども、うん、サリネさん現場でもう働いてもう17年ということですよね。はい、そうですね。まあ、17年いてそのどんどん変化し続けるスウェーデンの教育って話が今日ずっとあったと思うんですけど、その中でも今現在抱えている問題点、うんうん、サリネさんから見てこれは直していきたい、直ったらいいのに、制度が変わればいいのに、うん、みたいなものってありますか？何か制度が変わればか、そうはね、まあ、制度じゃなくても、そうやね、私自身がじゃあ制度の学校ここ変わったらっていうような大きなところは、教師の働き方とかも大丈夫ですか？教師の働き方は日本はだいぶやっぱ事務職が多くなっちゃって、そうはね、事務仕事が多くなっちゃって、こう教育の方に実際に行かないとか、質問の中でもあったけど、その教材とかを作る時間も本当にお給料もらってない時間でやってるみたいなこともあるんですけど、そういうことはないですか？ありますよね、やっぱりね、うん、ちょっと無理しちゃう部分とか。そうですよね。一応スウェーデンの先生方はこう働き方のシステムとかもちょっと説明は省きますけど、うん、ちゃんとシビアでちゃん働く時間は働く時間って決めてるけれど、多分私が思うに教師っていう仕事が難しいんだと思います。教師っていう仕事はやりだしたらキリがない部分があるので、うん、やっぱりどこか自分でこの時間はこれをやっておしまいとかっていうふうに決めない限りは働きすぎてしまうの でうちの学校、まあ、私が働いててずっと思うのは、自分でできないことはやっぱりさっきの話ノーと言えるっていうのと一緒で、それを子供に教えてるぐらいだから自分も言えるようにならなきゃいけない、うん、できませんとかっていうのを言うと、うん、上がじゃあこの時間にやってくださいっていうのを交渉してくれるので、うん、交渉して時間を見つけるっていうのがあるので、うん、なのでシステムとしてはあるんですよね。ただそれをいかに自分がきちんと利用して、まあ、利用というか、まあ、きちんと意見を言って動かしていくかっていうのはまた別問題な気はしますけど、うんうん、でも割とサリネさんも今日ずっとお話聞いてて、本当にその教育であったりとか、うん、その知的障害のある子たちに対しての思いとかがあると、うん、やっぱ熱意がそうどんどん来る方も多いです。そうですね、そうするとやっぱ頑張りすぎちゃう方も中にやっぱいるし、いますね、割とスウェーデンバンアウトでね、休暇取る方も多いですよね。すいません、じゃあもうちょっとそろそろさすがに締めないといけないんですけれども本当にって言ってだいぶ経ってるんですけど最後にですね、もみじさんという方から、はい、教師を目指している方で、はい、教師を目指している人にこれだけは知っておいたらいいかもと、先輩として何か一言いただけますかということで、何か教師としてですよね。多分私が思うに教師として、まあ、スウェーデンで先生をしてと思うのは、やっぱり20年先を見据えて子どもたちを教えていかなきゃいけないというか、やっぱり先を見据えてそういう職業であるということからも学ぶ、自分が学ぶ心を忘れてはダメだなっていうのは思うので、まあ、常に興味関心を持って何でもいいので学ぶっていうことは先生としてとても重要なことだと思うし、その学びは別に教科書とかじゃなくてもよくって、先生、こっちの先生方でよくやるのが織物の勉強に行ったりだとか、うん、ね、歌のコースに行ったりだとか、本を書くコースに行ったりとか、なんかね、趣味でもいいので何かを学ぶ、その学びは人生をきっと豊かにし、その豊かにしたものは生徒に必ず伝えられるものなので、うん、学ぶ心を忘れないことが教師を長く楽しく続けていく秘訣かなというふうには思います。なるほど、ありがとうございます。もう素晴らしい締めの言葉になったかと思います。まあ、本当に今日長い間お付き合いいただいてありがとうございました。本当にこちらこそありがとうございました。またキリがないキリがないです。ちょっとあちらの、ね、カメラが今ちょっともう終わってしまったので、
データが分かる気がします。ちょっと暗いですもんね。なのでちょっと今日こちらのカメラに向かって最後ですね、今日は本当に、はい、あの締めの挨拶をしたいと思います。あの最後うちら僕たちチャンネルでヘイドーって言ってるので、はい、最後ヘイドーで終わりたいと思います。はい、わかりました。今日長いことありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。本当に長い間皆さんもまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています、はい、それではヘイドー。ヘイドー。二人パパ。